小崎チャンネル。ちょ、日本シリーズ第6戦。なんと、オリックス逆転の日本一へリーチっていうね、試合展開になりましたけど、まあ結果から言うとね、3対0でオリックス勝ちということになりましたけども、この試合のテーマは、両チームバッテリー素晴らしい。ところになりました。まあ一つはですね、まあオリックスね、山崎福也、先発っていうところでね、キャッチャー伏見になりましたけども、1、2、3、4、5、第5戦ね、終えた時の、佐々木ソーティック、日刊スポーツの評論、出しましたけどもですね、まあ多くのね、コメントを見ましたけども、次も若月で行こうっていうね、ところのコメントありましたけども、ここで若月行っちゃダメなのよ。年間通して宮城、山崎福也、伏見で来てるわけ。それをこんなところで書いちゃうね、若月も大変。でも逆に言うとね、このね、伏見のプレッシャー、えげつなかったと思う。今日の試合はね。まあ俺も、橋本とね、平洋の時もありましたけども、相手が勝ったらこっちも負けられないしね。しかもこのね、日本シリーズね、伏見はね、まだ勝ちがなくね、若月がいい形で勝ってきてるからね、これで大敗なんかしたら、伏見これはお前リード前ってね、リード強の人たちがね、めっちゃ言ってくるわけ。だからね、かなりの不安要素もそうだし、プレッシャーもね、あったと思いますけども、完璧なね、リードで。これはね、イニング、解説しながらね、言っていきたいと、思いますけどね、非常にプレッシャーあったと思います。でね、中村はね、まあ、小川との開幕戦をね、経ての2回目の、リードっていうところで、ね、こちらも素晴らしいものがあったんでですね、イニングを解説するにあたってですね、言っていきたいと思います。でまあね、今日両先発山崎幸はね、5回70球、1安打3三振39無失点と、素晴らしいピッチングだったし、ヤクルト岡はね、6回88球、4安打6三振、29、1デッドボール1失点と、こちらも完璧な投球見せたんじゃないのかな。だから岡のピッチングで言うとね、まあ開幕戦ね、皆さんまだ記憶も新しいと思いますけども、変化球の精度がめちゃくちゃ悪くてね、で低めのボール球振ってくれないと。で、それでボール先行で常にね、対峙しなきゃいけないっていう中でね、苦しいピッチングだったけども、まあその中でもね、まあ打たせて取るっていうところと、ちょっとオリックス打線がね、仕留めきれないっていうところがね、相まみ合ってね、好投に結びついて、まあストレートをね中心になんとか苦心のリードっていうところがね、中村も含めてね、いい形で開幕戦を打て、今日のピッチングは変化球がやばすぎる抜群。特にあのね、チェンジアップ。よかったね。フォアカーブみたいなチェンジアップね。あれも開幕戦の時全くね、制球できてなくてね、低めのボール、ボールっていうところでカウント悪くなったっていうところもありますけども、ね、今日は変化球抜群で、なんて言ってもね、今日うなったのはね、初回ね、2アウト、1塁からね、吉田のとの対戦ね。5戦目2発ホームラン打たれてるわけ。で、狭い神宮に帰ってきてどうするかって言ったところでね、インコース、連発。いや、これは素晴らしかったね。初回のね、1球目も打ち。2球目も打ち。で、3球目ね、スライダーっていうと、あ、カットボールね。っていうところで、ショートフライになったけども、全部打ち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 でね、インコースで攻めてね、これ打ち取ったっていうのはね、めちゃくちゃ素晴らしい配球だったし、それに応えたね、小川も良かった。でも若干ね、このシュート回転して甘めに入るっていうところはね、ちょっと気になったけども、でもまあ、まっすぐの力強さもあったし、変化球との緩急がついてね、非常にストレートもね、売り遅れ、差し込まれっていうところがね、オリックス打線あった中でね、この、吉田の一打席目でね、打ち打ち打ちって言ったのはね、非常に素晴らしかったと思う。山崎幸也もね、非常に、伏見とのね、ホットラインで、1年間通してやってきたこと、ね、アウトコース中心の組み立て、外からのスライダー入れる、カーブ入れる、ツーシーム、チェンジアップを外のまっすぐ。で、そこを一辺倒にならないように、インコースにまっすぐ。でも、まっすぐ怖いときは、膝元スライダーっていうね、ところで、非常にね、シーズン中と同じような配球でね、素晴らしいピッチングでね、5回投げ切ったのはね、めちゃくちゃ大きかったと思うし、ひょっとしたらね、前回みたいに早いイニングでね、継投っていうところもあったけども、5回完璧に投げ切ったのね、素晴らしかったと思いますよ。で、ヤクルトはね、まあ、なんて言ってもね、この試合、1安打だからね、初回のね、守備が、打ってからね、この1本だけっていうところでね、まあこれはもう仕方ない。もう、どうしようもない。打つ手なしっていうね、ところで、でもね、今日の一番のね、ポイントはね、初回なのよ、ヤクルトは。塩見がね、チェンジアップをセンター前に弾いて、青木の打球ね、ここでね、外外でアウトコース4-6-3ダブルプレイ。これでね、めちゃくちゃホッとしたと思う。特に伏見。初回先頭まで打たれて塩見に、これでパンパンで先制点取られたらね、メンタルもね、頭もね、ぐちゃぐちゃになったかもわかんないところ、このね、青木のね、ダブルプレイでね、全部が変わったと思う。結果論だけどね。でもそれ結果論から読み解いていくのが評論家の仕事の中で。しかもそれがね、結果論になりすぎず、浅くならず解説した。その中で、これね、青木のね、ダブルプレイ。これが大きくね、流れ変えたんじゃないのかなと。
まあ、その後ね、2回の村上の時もね、インコース。だから村上の時もインコースだけで行くのよ。で、左バッターの時、オスナサンタがね、インコースも使うけど、最後外っていうね、ところで粘り強くピッチングできたっていうところはね、山崎福也の良さを、しっかりね、引き出したんじゃないのかなと。でもその中でね、打線が打てない、この3回裏ね、大川がね、粘ってなくてファールで食らいついてね、まあ、2アウトからだったけどね、このフォアボール、こういう姿勢もね、良かった。まあ、その後ね、塩見は続けなかったけどもね、最初に来たピンチは4回裏よ。結局ね、今日のもう一つのキーポイント、前の第5戦の総チェックでも言ったけども、5番対決、吉田の後、村上の後、ここが打てるかどうか、ね、それがオスナ、ね、日本シリーズ、序盤、バッバッバーで打ってきたけども、どうした?ここに来てちょっとずつ、オリックス打線が研究してきてるっていうのもあるかもわかんないけどね、4回裏ね、ワンアウトから、山田、村上、フォアボール。これはもう、まあ、山崎さんってね、調子悪かったっていうところじゃなくて、やっぱ怖いんだろうね。そういったところで、やっぱ最後ボール球で勝負していく。その中で山田村上がそれをがっついていかないっていうね、ところもあったけども。で、ワンアウト一塁で、オスナの打席。いや、これまた5番対決かっていうところでね、チェンジアップ連発で。で、次2球目のね、アウトコース用のチェンジアップね、引っ掛けさせて、ショートゴロ。まあ、これはね、ダブルプレー無理だったけども。で、その後ね、中村、ストレートでね、レフトフライ。これね、1の3で行ったけどね、1打席目ね、中村引っ掛けさせられたっていうのもあるけどね、高め打ったところ打ったけどね、レフト、ライナー気味、いい当たり。まあ、ここでね、1点取れずっていうね、ね、4回の時も、中川、吉田、杉本をね、完璧に打ち取って、杉本もね、いいようにやられてね、インコース狙ってたらフォークボール落とされて、このね、中村のリードもね、インコース見せながら、だから今日のね、中村リードはね、インコース見せながら、変化球っていうところがね、できたっていうのはかなり緩急ついてよかったと思う。そんな長打もないバッターに対しては無理にインコースかないで外中心。長打あるバッターに対してはしっかりね、吉田の時もインコース投げていく。このね、4回のね、吉田の打席も、どうするのかな ?1 打席目見てって言ったらね、外から入って、しかもね、2ボールになってから打ち、3ボール1ストライクから打ちっていうね、このボール先行した時に、外行かないで打ちに行くっていうね、で、そこのね、小川のいいピッチングっていうのもあるけども、ナイスボールね、ここはね、勇気持って攻めだったっていうのはね、中村のリードもね、良かったかなと。で、その後、杉本はね、マスクとフォーク、狙い球外してね、空振りとね、完璧に抑えて、まあ、これ我慢比べだね。で、5回ね、紅林のヒットを打たれるけども、伏見、山崎とね、サチアとアウトになって。で、山崎サチアのね、言っとかなきゃいけない。3回のね、伏見デッドボールの送りバント。バントの形も綺麗だね。2ストライクからだったけど、できそうだもんね。そこら辺ほんと野球能力高いんだなと思いましたけどね。で、来ました。ね、序盤はもうほんと投手戦。どっちに転んでもおかしくないようなね、ところだったけど、ピッチャーのナイスピッチング。で、ロッカーを打ってね、先頭太田がレフト前と。今日一番に太田持ってくんのよ、回だった。ここら辺もね、なんか中島イリュージョン、ハマってきたね。この変化がね、高津監督がね、一番に山田を置いてね、ハマったように、今日はね、一番太田がね、ハマってね。で、次、胸送りバント。で、ワンアウト二塁から、中川がね、初球打ってキャッチャーファールフライ。で、ツーアウト二塁になって、まあ、ここはもう、安定の、吉田。申告敬遠ですよ。ね、こうなんだよ。二塁行ってたらね、申告敬遠になるっていうね。で、ツーアウト一塁。ここで、杉本、どうする5番対決っていうね。ところでね、まあ、このね、キーポイントはね、1球目ね、外、ボール。で、2球目、インコースストレート見逃し。3球目、インコースストレートボール。これで2球、めちゃくちゃ良かった。ビタビタ。3球目続けんのよ。ね。それが、甘くなんだよ。若干ね、悪い球じゃ甘くなるの。その前のボールはね、良すぎたの。それを、ライト前。これだから、ここはね、続けたことが逆に触れちゃったね。ヤクルトバッテリーはね。でも別にこれね、ダメじゃないのよ。これ打った杉本が上手いんだけども、やっぱりね、その前の2球目、3球目のね、ストレートはね、素晴らしすぎたんだよね。で、そこで若干甘くなったところを打ちから打ってね、ライト前ヒット、杉本くん。これで、5番やっと、果たせてこの1点。大きかったね。で、その後ね、足立、フォアボール。で、ツーアウト満塁になってね、ここで紅林っていうところで見逃したんじゃ、ここでね、踏ん張るのが今日やっぱ岡川の状態のやつなんだよ。この1失点はね、まあ仕方ないで。そしたら6回裏、山崎作詞から、思い切って宇田川、サチや総一郎で繋げてくんのかと思ったんだよ。宇田川。2者連続ね、塩見三振。で、青木セカンドゴロとツーアウト取って、こっから山田村上、連続、フォアボール。宇田川も決して状態悪いわけじゃないね。めっちゃいい球投げてんだよ。でも甘くなったら困るっていうね。最後村上の時ちょっと力みすぎてね、高め打っちゃったっていうのもあるけど、あと低めね、振ってくれなかったね。そこはまあ山田村上見逃して冷静だったね。今日この二人はね。で、ツーアウト一塁。どうや、オリックスは、
杉本打ったけども、ヤクルトは押すな打つのかっていうところで、ここはね、まあ初球ね、フォークボール、ちょっと高め抜いてきて、インコースシンカー気味に押して、見逃し。このね、2球目のフォーク振っちゃったのがね、痛かったね。オスナ的には、で、最後高めのストレート振らされて。まあもうこれはもう2球目のボール振った時点でね、ジエンドっていうね、中で宇田川がナイスピッチングで。まあ、もし万が一オリックス日本一になったら、まあ吉田なのかな。でもね、宇田川、山崎、総一郎、この2人もね、MVP やってほしいよね。7回表ね。で、こっちも岡川から。キザーに変わって、伏見三振。で、ここで代打の口がね、センター前ヒット打つけども、太田宗がね、セカンドゴロ、セカンドゴロ。キッサーブやっぱりストライク入ったら、あの、ツーシーム系威力めちゃくちゃいいね。もうここら辺はもうね、我慢比べよ、両チームね。で、7回裏、宇田川から平野。平野見てた。今日全く不安なかった。制球の。めちゃくちゃ良かった。中村セカンドゴロ、サンタの三振、長岡三振っていうね。で、しかもこれね、平野もちゃんと使ってくるっていうところがね、また中村イリュージョンっていうね。この順番っていうね、中でね、でも今日ホームね、安定してたね。で、8回ね、ヤクルトも石山に変わって、中川、吉田、杉本と三者凡退で抑えて、こちらも完璧よ。もう虎の子の1点ね、もう守りきりたいオリックス、これ以上失点しないでなんとか逆転したいヤクルトっていうね。で、8回裏、山崎総一郎出てきた。あ、もう、早めじゃなかったんだ。8回なんだ。みたいだね。で、ところで、宮本がね、三球三振、真ん中。で、塩見もね、高め振らされて、青木セカンドゴロっていうね。今日のね、山崎総一郎、ストレートもちろんよかったけど、変化球もめちゃくちゃね、制球良くて、ああなったらなかなか難しいね。来た。9回、1対0。1点じゃあ、不安だね、みたいな。ヤクルト、マーカフ出てきてね。まあ、前回やられてるっていうのもあるからね、まあ、負け試合でも投げさせて、好調ね、もうちょっと いい、ね、イメージで次の、試合にも行きたいっていうところでね、あともう行ってもやれないっていうところで守護神マウカフ登場ですよ。ってなった時に、セント、アダチがライト前ヒット、軽打逆方向、得意技、アダチのね。で、ノーアウト一塁、紅林、パッと。まさかの、マクガフが一塁へ、悪送球、パッと。まずここね、バットいっぱい多いのよ。踏むと、こう、クレバシの送りバンドは完璧だった。で、マグがファースト投げたのね。で、若干低投して、ファール側に逸れたんだけどもね、ベースの若干右寄りね、マグがから見たらね、でもノーバンなのよ。山田、取れず。早かったんだろうね。あとまあ、ここら辺来ると思ったら、ちょっとね、抜けたんだろうね。でも、あれは取ってやらなきゃいけないよ。だからって言って山田を攻められないけども、ちゃんと投げなかったやつが一番悪いからね。でも、あれは取らない。ワンパンでも、ショーパンでもないからね。ノーパンだったから、あれ、まあ、球が早かったっていうのもあるだろうけど、あれは反応したかったね。で、しかもね、マウガフも2回連チャンっていうところでね、あったけども。で、しかも次のポイント。ライトサンタナ、カバー遅い。やっぱカバーね、バックアップ見るのが好きやって、佐々木にとっては。まずね、紅林バントの構えしてんじゃん。ってなった時に、ポジショニングが悪い。深すぎる。ライトのポジショニングが。まあ、バスターとかもあるよ。でももうちょっと前、来ないと。カバーリング行ってんだよ。でも、これがね、野球選手のね、差がなんだけど、まさか冒頭掘らんやろ、みたいな。で、キャッチャーモムのセカンドゴロ、ファーストに。まさか冒頭掘らんやろって近いと。でもね、これ行っとかなきゃね、投げんのよ。しかも、マークがこうね、普段しないんだったらまだわかるけど、してるわけ。前回もね。ってなった時によ、もっと早く行かなきゃ、カバーリング。だからまあ、二三塁になるのは仕方ないけど、ファーストランナーの足立をホームに返しちゃダメよ。遅い。見てても。全力で行ってない。でもね、そういう細かいところがね、この失点にね、繋がっていく。だから一番悪いのはマークアフ。その次に山田。でもサンタナももっと全力で、ポジショニングもうちょっと前からもっと全力で早く行かないと、深すぎるから間に合わないっていうところと、タラタラ行ってるから間に合わないっていうところもあるから、そういった細かいところをね、ちゃんとしていかないと、やっぱミスはね、大事になる。で、そのままね、で、結局よ、紅林もね、三塁行かれてるのよ。だって、バンドで、ピッチャーボート掘ったら悪いけど、それで三塁まで行かれたらダメでしょ。しかも神宮で。で、三塁まで行って、伏見はね、ファーストファールフライでアウトになるけども、代打西野がね、きっちりライトへ犠牲フライ打って、3点っていうね、ワンヒットで2点取ったから、3点目も含めてね。これはオリックスにとって大きいね。2点だった、でも3対0。あれ見たことあんな。山崎幸也。あれ内山のスリーラン同点で延長みたいな。同じような。点数だけね、展開は違うけど、同じような感じ。で、9回裏ね。でも今回はワゲスパックいるぜっていうところでね、山田レフトフライ、村上三振で、オスナがね、セカンドゴロ、ワゲスパックも安定してた。だからね、このオリックスのね、終盤ね、やっぱ宇田川と山崎総一郎の、この両者がリリーフに入ってきたっていうのはね、めちゃくちゃ大きいね。
だからね、数字上ではオリックスね、リリーフ陣そんな悪くないよ。でも俺はどうしても信用できないよ。個人的な感想だけども。なんか、っていうね、数字より信用できないよ。なった時に、この宇田川山崎総一郎出てきた時に、この安定感。で、今日しかも平野もワケツパックもめちゃくちゃね、状況良かったからね。そういった意味では、もうリリーフを踏ん張ってね、完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。でもヤクルトも完璧よ。大川も良かった、木澤も良かった、石山も良かった。まあでも1安打しかね、打てないから、もうそれはもうね、もう仕方ない。切り替えて、行くしかない。で、明日がサイスニード宮城と。だからまあ、宮城はね、ちょっと前倒しになって、火曜日とか、水木金と、中4日。だからここもスクランブルだね。でもこれがスクランブルになった時に、追いつかれたら、月曜日第8戦あるからね。どういう感じになってくるのか、またね、高津マジック。中島イリュージョンっていうところがね、非常に、見どころあると思います。さあ、プロスペースでもね、解説してる、頑張れオリックス日本一へが現実になるのか、ヤクルトが逆方程かけて第8戦にもつれ込むのか、皆さん、日本シリーズ、明日も、精一杯頑張って応援していきましょう。